に霊夢です。ゆっくり、巨匠です。誰が巨匠や？これは。ですよね。冗談よ。マリサから聞いていたわ。マジですか。心臓に悪いです。ところで今日は何をするの？あ、今日はね、久しぶりにヤシカエレクトロ35でネガを撮ろうと思ったんだよね。へえ、そうなんだ。これは古いカメラなの？前のライカは戦前とかだったけど。あ、これはそんなに古くないよ。この GSM は1973年発売だからね。あら、そんなに古くないわね。あ、今何か光ったわ。これね、露光量が少ない時はオレンジ色が光って、逆に露光量が多い時は赤色が光って知らせてくれるよ。そうなのね。あ、でも知らせてくれるだけで何もしてくれないんだよね。あら、冷たいのね。まあ今のカメラは余計な世話を焼きすぎなんだよね。ところでどこに撮りに行くの？あ、近くの海なんだよね。あら、もう着いたのね。施設柄あまり遠くには行けないしね。まあそうよね。早く普通になってほしいわ。次のワールドツアーも行けないしね。何つやつけてるのよ。いやいやいや、純粋に貧しいだけなんだよ。それでここには何があるの？海。うわ、そんなん100人が見ても100人とも海っちゅわい。あ、間違えた。アベック。これはオッサンいつの時代を生き、今回普通カップルだろ。てか見たものそのままじゃねえか。根性足りねえんだったら思うことないということですが、撮影は無事終了したんだよね。汗。で、これからカラーネガの現像に入るよ。今回の現像は、ごく普通のカラーネガの現像だよ。前回、映画用フィルムを現像したけど、素のネガは久しぶりだね。あれ、霊夢はどこに行ったのかな？はいはい、ここにいるわよ。探してたよ。あら、これから現像なの？そうだよ。フィルムを取り出すところだね。ちなみに、このフィルムは36枚撮りだけど、今回38枚撮れたよ。あら、コダックはサービス精神旺盛なのかしら？メーカーというよりフィルムの銘柄で違うね。あら、そうなのね。富士のネオパンだと39枚撮れたよ。さすがメイドインジャパンね。まあ、フィルム装填時の状態によるし、ファイルの利便性から、あえて6の倍数を好む人もいるよね。ほん。あら、ついに危ない領域に入るのね。はは、気をつければ大丈夫だよ。これは何を調合しているの？あ、これはね、発色現像液の調合だよ。と言っても、2種類の原液と水を混ぜるだけなんだよね。この原液少し赤いよね。赤いわね。これはまだかなりいい方なんだけど、保管時に空気に触れているとどんどん濃くなるよ。あら、そうなのね。今はどうやって保管しているの？メーカーの保管容器がソフトパックで、使用した液量分縮むので空気が入らないんだよ。以前容器を移し替えて使ってたら、すぐに焦げ茶色になったんだよね。あら、これも真っ黒ね。あ、これは漂白液なのでこんな色だよ。そうなのね。実はまだ漂白定着液を買ってないので、今回もこの液と定着液を使うよ。このポットは何なの？あ、これね、加熱用の温水を作るためだよ。前回はヒーターを使ったけど、まあこれでも問題ないよ。現像液の温度は前と同じ30度なんだよね。お湯だけだとだんだんと冷えるんじゃないの？まあ厳密にはそうなんだけど、現像時間はたかだか7分間だし、最初にきっちり30度に消温したら、温水が多少下がってもほとんど影響ないよ。ふーん、そんなもんなのね。それと、漂白液の方はあまりシビアではないと思っているので、現像液の温度を管理していれば、漂白液の方は確認するだけだよ。あら、現像開始なの？そうだよ。これから発色現像液を投入するよ。で、現像時間は7分だよ。そうなのね。なんだか緊張するわね。やっぱり現像工程が一番肝心だね。あら、なんだか優雅ね。現像終了だよ。うまくいったの？まあ問題ないと思うよ。あら、現像液の色が黒く変わったわね。あ、これは正常だよ。それに現像液は一回きりでもう使わないしね。そうなのね。現像液の劣化でフィルムをお釈迦にするのはもうゴリゴリだよ。次はなんだっけ？
次は漂白処理なんだよね。さっき買い忘れていたと言ってた液を使うのとどう違うの？買い忘れている液は漂白定着液なんだけど、その液は名前の通り漂白と定着を同時に処理する液なんだよね。へえ、そうなのね。でも今回は漂白と定着を別々の液で行っているんだよね。あ、漂白終了だよ。ちなみに漂白液は再利用するよ。結構高いんだよね。次は定着だっけ？そうだよ、次は定着だよ。あら、モノクロって書いてあるわよ。あ、ここで使う定着液はモノクロ用と同じだよ。へえ、そうなのね。で、これが定着前のフィルムだけど完成状態とあまり変わらないね。意外だね。へえ、そうなのね。定着液を入れるよ。ほいな。これは光に当てても問題ないのね。現像液もないし、反応させる銀成分を全て除去する処理だから大丈夫だよ。へえ、そうなのね。さて、現像終了だよ。わ、うまくいったのかな？どうかな？うわ、最初のフレームあたりがかなり露出オーバーだね。というか、浜辺のシーンが総じて露出オーバーだね。あれ、あの露出のランプがついてなかったの？ついてなかったんだよね。このカメラは露出優先なんだけど、このカメラ最速の500分の1秒でシャッターが切れてないのかもね。まあ今度から明るいシーンは、シャッタースピードに頼らず絞りを絞って使おうと思うよ。難しいというのだけわかったわ。さて、一通り現像は完了だよ。フィルムの乾燥が完了したら、カットしてスキャンするよ。やっと完成ね。あら、フィルムをカットしてるのね。基本6コマごとでカットしてフィルムをファイルしてるんだよね。なので撮影したのが37コマとかになると最後に1コマ余ってしまうんだよね。あ、それで36枚で撮影終了する人もいるということなのね。そういうことだよ。ところで今回も最後にゆぶ主のショートムービーがあるのよね。あ、もちろんだよ。今までのが前座でこれからが本編だよ。両つべの視聴維持率がこのムービー開始とともにパクッと下がっているのよね。まあ黙っときましょ。知らぬが仏ね。Thank you.
こに魚おる？うわ。